今ね、早川漁港で干物を買ってきましたね。お刺身定食を食べて、まあ、若干お腹は緩いんですけど、山の上までは持つかな。こうちゃん大丈夫かな。こうちゃんどこにおるんやろ。トンビも飛んでるよ。ここいつも悩んじゃうね。あれあれあれみたいな。こっちからも七曲がりいけるもんね。あの細いくねくね道行くんだよね。で、まっすぐ行くと仙石原の方抜けれるんだけど、仙石原もいいコーナーいっぱいあったよ。あと、なんだっけ、大涌谷の方もこの前車で行ったんだけど、あ、これバイクで走ったら面白いかもみたいな。さあ、旧道の生がり行こうかね。震度は道が広くて綺麗でいいね。あかん、また目の前に車が。きっとこのワーゲンは、え？そうなんだよね。軽皮むきしたくてもバンクできなくなっちゃうんだよね。遅いとね、あの立ちこけになっちゃうんだよね。あーみたいな。
土日は。くになっちゃう。お、直したんだね、ここね。でっこぼこだったの。めちゃくちゃ遅い。20キロだよ。20キロ10キロから20キロ。後ろでこうちゃんがローリング族みたいな。やめてくれ。いや、まあ前の車と距離を離してみるんだ。もう桜咲いてないね。こうやっぱ山の上はまだなんだな。3000使ってる方いるのかな、お茶屋さん。なんか路面が若干濡れてる。あれ、なんで？もう、ドリキンたちの後。タイヤのパスが。
スピード出てる人だけどね、実はそんな出てない、うん、よいしょ、寒いぞ。砂だ。多分これ駐車場待ちなんだよね。抜けていきますか。え？え？スーって行って U ターンして帰ってくる？多分これみんな駐車場待ちなんだ。ツーリング終了、帰るよ。あ、雪こんなに残ってるもん。濡れてるわけだ。前からザワークダに大人気だね。入り口のゲート付近、車10台分を除いてずっと渋滞。